滑るのは絆の力。それがし徳川家康、武器を捨ててお前に挑もう。私を阻む者どもめ、皆殺しにしてやる。見たか、秀吉様の左腕石田三成の畑を。案ずるな、我が望む世は皆平等よ。死と死の行く先は末広がりよ。めでたきな。泣け、誇り高き八咫烏よ。見るがいい、戦に育てられた我らの力を。これが我らの生き様だ。長生は死ぬまであがく。じっとしてるなんざ性に合わないんだよ。生涯なんざへでもないね。100倍に返してやりゃそれでいい。桃とせ伊とせドーンと来い。なんならナユタの先まで見通しますよ。私は鶴姫、白い翼で羽ばたく鳥です。決めようぜ、どちらが黒でどちらが白か。天をかける竜、その道に曇りはねえ。遺産で参られよ。この雪村の魂も誰かが繋いで育てゆく。はいはい、並んで順番に相手するよ。そこのけそこのけ、ケージが通る。俺は鬼人、最下位の鬼人よ。やってみな、嵐のように俺の豪快を連れ去ってくれ。我と天に照る日の秘策あり。我が名は毛利元就、天下分け目の勝利者よ。さあ、旭日昇天の者たちよ、老いば倒し天を時代を駆け抜けるがよか。家康第一の絆を見よ。徳川の生けるもんどころ、それぞ戦かすだ。あいや皆様ご覧あれ、今活躍したのは北条家の風魔小太郎ですじゃ。あなた一人ぼっちなの。いつも同じ、こっちへ来て、一が抱きしめてあげる。僕だってね、君と同じ一国の主なんだよ。どうぞお好きな死に様をお申し付けください。我が輩は宇宙の狐、すごくて賢い狐である。手前が父から譲り受けたのは君主に尽くす武士の魂のみ。あいにく伊達軍も我慢ってものを覚えてな。来い、その刃が行き着く先はこの俺だ。悪いね、俺様意外と責任重大なんだわ。あんたの前にいるのは遥か昔の猿飛サスケだ。皆さん、ザビー教の時間ですよ。